じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、もうこれを取らずにはいられないということで。そうか、はい、いやもうそうです。昨日の、中日対横浜の試合、はい、9回、まあ、8対2と大きくもうベイスターズがリードしてたんですけれども、ドラゴンズは近藤投手を挙げてきました。はい、で近藤投手というのは育成出身で、今シーズンプロ初登板で、これまでに確か、2度ぐらいしかプロでは登板してないということだったと思うんですけれども、はい、そこで見てたよ、見てました、60当たり前だよ、見てたよ見てました、見てた、おい、まだ投げてんだと思ってね。そうなんです、味方のエラーもありました、うん、はい、で、なんとか2アウトまでこぎつけたんですけれども、そっから地獄だったな。そっから地獄で、結局あの回、全部で10失点になって、はい、ようやく1人で3アウト投げ切って、うん、イニングチェンジとなりました。で、まあ、これに賛否両論もあって、なぜ変えなかったのか、うん、まず変えなかったのは、はい、やっぱもう負けゲームを決定してて、うん、それでやっぱ勝ち投手、勝ちパターンの投手を使いたくなかった、温存したかったっていうのは、まあ、確かに首脳陣をやったことの経験上、はい、まあ、そういうことはあるよ。まあ、それ立浪監督もおっしゃってましたね。まあ、言ってたよね。はい、ただ俺がね、違和感ものすごく感じたのは、やっぱこう誰か寄ってって励ますとか、うん、はい、そういうことなんだよね。はい、人ってさ、どんな偉い人でも、どんなにあの著名な方でもね、やっぱこう裏にあるのは、おそらく劣等感から始まっていることがすごく多いっていうことの著書があるんだよね。はい、だからああいうのっていうのは、まあ、確かに晒し者にされたみたいな、そういうことを思うかもわからないけども、それは必ずバネにしてほしいなって、うん、近藤君にはね、はい、思う、うんうん、それは辛かったと思うよ。そうですよね、これ本当に終わるのかなと思って、はい、それはね、両親が見てたら涙してると思うよ。いや、そうですね、もう心が痛むというかさ、はい、で、まあ、大島がね、2000本安打で両親呼んでて、はいはい、で、見てられた、その大島のお父さんお母さんも多分苦しかったと思うよ。そうですね、まあ、昨日は達成しなかったんですけど、2000安打、いや、その2000本達成するとかじゃなくてね、やっぱ親として見てるわけじゃない、はい、大島選手のことを、うん、そしたらさ、その親心で球場に来てる人たちって、うん、やっぱ近藤の姿見たらやっぱ苦しかったと思うよ。自分の子供と同じように重ねて見るからね、うん、多分だから苦しかったと思うし、うん、だけどそのピンチになって、まあ、ピンチがずっと続いて、その間に行ったのが宇佐美ぐらいで、そうなんです、誰も声をかけないというね、まあ、これが経験不足なのか、それともそのぐらいのチームのモチベーションしかないのかね、うん、それは分からないけども、やっぱり一人にしちゃいかんよな。いや、そうです、あとピッチングコーチも一度もマウンドに行ってなかったっていうのは、うん、これはね、やっぱちょっと遅い、中日は、うん、あのピッチングコーチが助け舟を出しに行くのがね、はい、だから、まあ、ここら辺もやっぱ改善しなきゃいけないし、うん、いや、それはもう負けてるから、もうこいつはあの責任、うん、あの1イニング全うしてもらわなきゃ困るっていうような、そういうスタンスではやっぱダメだと思うし ね、 そうですね。でバウアーが投げ終わって、はい、まず一言言わせてくれと、うん、もうとにかく近藤君には、うん、前を向くしかない、前を向いていってほしいって、はい、敵から言われるような扱いはいけないよ。そこですよね、うん、バウアー投手もそうですし、あとベイスターズの加藤投手ツイッターやってるんですけども、はい、そこでも同じ投手として見てられないっていうのを、やっぱ敵の投手たちがそういうコメントを出す、うん、あとあそこに見に行っていたベイスターズのファンからも、うん、もうあのイニング敵ながら見てられなかったと、もちろん中日ファンも途中から頑張れ近藤投手に変わってたと、そういう雰囲気を作ってしまったあの事例というか、そういうのってどうなんですかね。まあ、事例というか、まあ、確かに1イニング62球投げさせるっていうのはさ、うん、もう次の日、まあ、今日だよね、はい、今日はもう登板予定なしっていうことだよね、はい、負け前提で入れてるピッチャーっていないからね、うん、はい、何かやっぱ勝つために入れてるピッチャーだから、やっぱちょっと酷だったなっていうのはあるけども、うん、ただやっぱプロだからさ、やっぱその泣き言は近藤には言ってほしくないし、うん、いい経験できましたと、で、まあ、将来的にもね
まあ、今シーズンでも来シーズンでもいいから、うん、あの勝った時にはね、あの悔しさが僕を支えてるっていうふうに言ってほしいな。あのそうなってほしいですね。頑張ってほしいな、うん、願いたいなと思う、うん、ますし、ま、あの9回表、サードは守備固めて石垣選手に変わっている、うん、でキャッチャーもあそこから石橋選手に変わっている、うん、まあ、若手が多いっていう中でも、まあ、高校野球とか10代の子たちってもしピッチャーがああなると必ず全員マウンドに内野手って寄っていく、まあ、高校は負けたら終わりだから、ね、まあまあそうなんですけどでもやっぱピッチャーがピンチになった時って必ず寄っていくじゃないですか、うん、でもあのシーンでやっと出てきたのって移籍組の宇佐美選手だけで、スリーアウト取ったベンチに戻った時にベンチから唯一出てきてたのが移籍組後藤選手だけと、声をかけてたのが移籍組加藤選手だけとか、なんか寂しいなというか、なんかもっとないのかなっていう、まあ、声はかけようがないじゃ、まあ、もちろんそうかないんだけどね、うん、ないんだけど、やっぱあそこまではちょっと酷だったなっていうような気がするよね、うん、でまだ若い選手だし、はい、やっぱ大事に育てていく上ではやっぱちょっと酷だったかなっていうふうには思うけどね、うん、あとその危機管理として、うん、例えばあそこでもう例えばそのビハインドの時点で任すピッチャーがもういない、勝ちパターンの例えば藤島投手とか、あとフェリス投手、それからライデル投手しか残っていないっていう状況になってしまった、その危機管理という意味では、まあでもね、試合中にね何度かねやっぱこう準備はしてたと思うよ、うん、勝ちゲームに転じた時に。でもまあ早々にねゲームのこうなんていうの形が変わっちゃったから、はい、もうベイスターズに行っちゃったから、うん、もう今日はないみたいな感じで言われてたんだと思うんだけども、でもやっぱあと一人取れないわけでしょ、はい、そしたら、まあ、一人だけ、うんうん、頼むから行ってくれみたいな、やっぱチームワークだからさ、チームでやっぱ戦ってるスポーツだから、はい、だからここら辺はやっぱなあ、そうです、なんかそうだけど行ってほしかった、うん、でもいいのか良かったのかなっていう、うん、まあ投げさせるんであればさ、やっぱベンチから行ってね、両肩でも持ってやって、うんうん、ね、お前しかいないんだと、これチームのために、うん、あの完了して帰ってこいと、うん、これだけでもやっぱりちょっと違ったと思うんだけどもね、はい、見え方がね、そうですよね、うん、やっぱファンってやっぱこう厳しいし、うん、コンプラとかね、はい、まあいろいろこう感じながら見てる部分もあるから、でもそういうことっていうのはやっぱこう励ますとかね、人をね、それは大事なことだったかなっていうふうには思うけどね。そうですよね。だから昨日、まあ、1イニングで本当プロ今季初登板で慣れていない選手が62球投げた、もともと中継ぎの選手、この62球っていうのは昨日オリックスの先発の山崎福也投手が64球投げてるんですよ。ほぼ変わらないっていう、まあ、まあ それは、まあ、そういう時もでもの、あの大投手斉藤正樹でも、はい、そういうことが過去にあったしね、うん、で誰しもこうそういうなんかとんでもないことが起きることがあるんだよ。だから近藤があれが実力ではない、うん、ね、本当だったら完了3人です完了できるぐらいの力のあるピッチャーだから一軍にいると思うんだよね。だからもう悲観することはね、いい経験だと思って、ね、まあ、本当にバウアーじゃないけど前を向いてやっていってほしいなと思うよね。あとあの解説でその元中日の吉見さんがおっしゃってたのは、先発投手と中継ぎ投手でその練習方法も調整方法も肩の作り方も全く違うと。違うよね。ってなるとその近藤選手は下でやっぱ中継ぎ投手としての投げ方とか練習をずっとしてきたので、中継ぎの投手が1イニングであの60球以上投げるっていうのはもうそれは、うん、まあ、かわいそうというか、まあ、昨日の時点ではもう目をつぶってほしいというか、ああいう風になってしまったのは、うん、でもおっしゃっていたんですけど、目をつぶるしかないっていうことで、ね、うん、そのやっぱ先発投手が1イニングであれだけ投げるのと、中継ぎであんまり経験のない選手が上がってきてあれだけの球数を1イニングで投げるっていうのは、まあ、負担であったりとか、まあ、メンタル的なことも含めてそれはどうなのかなっていうのもちょっと思ったんですけれども、まあでもね、まあその先発が100球前後とか、うん、どのこうの行って中6日開けるみたいな、うん、だバウアー見てごらんよそうです ね、ここ5試合ぐらいで120球超えてるのが3試合ぐらいあるんだから、
ね、延長になってたって投げてるんだから、うんうん、だからそれ考えると人は自分で限界作っちゃダメなんだよ、うんね、その球数とかどうのこうのっていうよりもやっぱその試合に向かうスプリットがそこにあこう注入してあればいくらだって俺は投げれると思うよ。これ大げさにいくらだって言ったら選球でも投げれるのかよっていうやつがいるかもわからないけど、はい、まあ、それは論外としてやっぱこう投げれるよ。だからもうそんなこと言ったってじゃあ30球になったら中継ぎは変えなきゃいけないのかっていうことになっちゃうよ。それはやっぱ別だよ。そんなことは気にしてることはないけどもやっぱ初登板で、うん、あれはちょっと酷だったなっていうふうに思うけどね、うんうん、なんかまああのシーンから見て豊さんが、まあ、中日の例えば首脳陣だったり中日の選手野手だったりに思うことっていうのは思うことっていうのはやっぱ励ましに行けっていうのと、うん、で1回出てもう出れないピッチャーもう1回出たらピッチャー交代になるからそれは内野手にちょっと1回集まれって、うん、それはいいよキャッチャーとも行ってこいって、うん、それは言うよ、うん、まあ言うことも場もないんだけどもさもうそれかもう思ったけど、うん、DeNA もまあでも凡打しろとは言えないしな、ね、やっぱりそれはファンがいるからもういいんじゃないかみたいなこれ思ったけどね全力でねもちろんやってるんですけど選手たちも多分ベイスターズの選手たちもなんかああいうそういう気持ちはあったかもしれないですね、うん、振ったらヒットになっちゃうんだからああいう時ってそうなっちゃうんですよね。そういうことになるんだよ。やっぱ流れというかさ、勢いというかさ、うんうん、まあでも本当に人って経験から経験の上に立って、ことをなせる時もあるし、うん、ね。でその挫折を味わう、ね、劣等感を味わってから大きくなっていく人たくさんいるから、はい、だからこれが近藤の全てではなくて、うん、ね、これからの飛躍にも期待するしかないしね。これですぐ落ちまた落ちるってことはないですよね。落とすってことは、まあ、可能性はあると思うけどな。あ、もう一回例えばチャンスを上げるとかよりも一回またちょっともうすぐに下にっていう可能性も、まあ、どういう判断するかわからないけども、まあ、精神的にダメージがかなり大きいっていうふうに判断すると、うん、ね、ちょっと一回立て直してこいっていうふうに言うかもわからないし、うんうん、まあでも難しいよな。難しいと、うん、勝ち投手もやっぱ他のピッチャーも出したくないしな。この気持ちはわかるけど、うん、この気持ちはわかるし、やっぱ使われた選手っていうのも迷惑だよね。勝ちゲームこんなところで投げるのかよみたいな、やっぱ思うから、やっぱ人心があるから。そうか、なんかもうだから今度頑張れよって思ってたはずだよ、うん、ブルペンの中で。もしくはそのブルペンの投手たちももうあとワンアウトだったら俺行ってもいいかなって思う。いやだから作り始めてる選手がいるとしたらね、うん、あの自ら、はい、あのすごくいいことだと思うけどね、うん、まあ、モニターがあるからこう分かると思うけど、うん、ベンチでライデルとか、はい、うん、いや俺が行ってくるって、うん、ね、ライデルなんかがもうベンチ行ってねもう肩できたから俺一人抑えてくるから変えてやってくれっていう風になんかなるとかっこいいけどな。でもなでもなんか昨日思ったのがやっぱその野球ってそれぞれ一人の個々の能力ですけどやっぱりチームが一つ助け合いだったりとか一つに何かならないとやっぱり強くならないというか勝っていけないというか存続していかないスポーツでもあるんだなって。まあそうだね、うん、情の使い分け方、うん、非情の使い分け方、はい、あの使い方のね分け方っていうのはすごく難しいと思うけども、まあ、昨日の場合であれば俺はやっぱ変えてやるべきだったなっていうふうに思う。あれ豊さんがコーチとして、まあ、バッティングになっちゃいますけどピッチングコーチとして入ってたら、うん、やっぱ何か一言監督とかに助言だったりとか。いや監督というよりもブルペンにまず電話して、はい、誰かちょっと、うん、行くっていう言ってくれるやつはいるかって、うんうん、まあブルペンコーチに聞くよ。ああやっぱ一旦そうするっていうことですね、うん、いやこれはこいつが行くって言ってますって言ったら、うん、よし作ってくれと、うんうん、ね、そうするよ。その穴埋めはどっかでするからみたいな。あ、そっかそっか、うん、だからプロだから情をかけたりだとか、うん、そういうことっていうのはやっぱこう不謹慎だと思うし、うん、ダメだと思うんだけども、だけど昨日の場合初登板とかね、はい、まあ、いろんなこと、うん、まあ、先発投手が打たれて、うん、
お前中6日も空けてもらってて、うん、この給料もらってて、ね、1回で8点取られた、うん、お前5回までの責任取って投げろみたいな、うん、これは俺はいいと思うんですけども、うん、そうですね、うん、だからちょっと昨日ののは酷だったかなっては思う。そうですね、はい、まあ、ね、あのこの昨日の中日とそのベイスターズの試合のことを今日ちょっとピックアップしましたけれども、ちょっとなんか昨日見ていてその中日の中大丈夫かな、まあ、米騒動も、まあ、ありましたし、令和のん令和の米騒動っていうのがあったんですけどそれを含めてちょっとあの中日さん大丈夫というのをまた別動画で上げたいと思います。まあね、チームの状態が悪くなってくると、うん、いろんなとこからこう見え方が悪くなってきてるんだよな、うん、だからこれはやっぱりよっぽどの力を持って立て直さないとちょっと苦しいかなと思うので、そうですね、うん、はい、